準備は整ったぜ。準備は整ったぞ。めっちゃ楽しみ。まあ皆さんも楽しみにしていただいてると思いますけど、かあ緊張しますね。また適当にやっていきましょうか。最終バイオリズムのサイクルがね悪くないといいんですけど、最低でもまああの半分以上ではいきたいですよね。最悪非常に深く関わってくるので、やっぱさっき飛んだ理由がそれやと思うんですよね。日光下がってただけで飛んだっていう、だから下がってたらちょっとセッティング変えます。1個だけ重くしようと思います。飛ぶリスクが怖すぎるんで。ドブ板、ドブ板とかいかんほうがいいか。ドブ板は多分太陽の指輪なんですけど、万が一でもその太陽の指輪持った状態でなんか開かずの扉っていうマスに止まっちゃうと、その伝説のマシンをダッシュ4クロー仕様のマシンを渡されてしまうんですけど、そうなると計画がおじゃんになってしまうので、最終でいければなーぐらいかな。最終でいければな。おいー、まあいいか、まああまり気にしなくていい。怖いのはパーツ盗まれるパターンと、あとなんすかね、今バイオリズム上がるサイクルに入ってますね。あとは何やろ、まあまああれやな、土砂降りパーツの寿命を強制的に下げられてまうやつがあるんですけど、それがうっとしい。ちょっとパーツもできれば 100% でいきたいっすからね、大丈夫とは思うんですけど、影響そんなないと思うけど、まあ不安は不安やから。よろしく。残り14日いやシビアですよ、ほんまシビアです。いやもうほんまドキドキしても、今からドキドキしてますもん。予選通過がやっぱ、おっとー、ここはでかい、これはでかい。よし、お願いお願い、出てきてよ。よし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 、オッケー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 、2週間持つでしょう。これでちょっとバイオリズムマックスがほぼ確約されたかな。2週間ぐらいいてくれるやろ、大丈夫でしょう。オッケーかなーと思うんすけどね。これはでかいな。まあ最悪ちょっと下がったら最後シティ行って、一番シティ行ってブックショップがまあ硬いかなと思うんすけどね、それを狙っていこうかなと思うんすけど、わざと一回休みに泊まってく。いや不安は尽きないな、まだちょっとビビってます正直。さっき完璧と思ってたセッティングで飛んだっていうことがもう自分の中にめちゃめちゃちょっとあって、相手が聖子じゃなかったらお前一個重くしようと思います。聖子5人、予選5人でやるんですけど、聖子がもしおったら、恐ろしいなぁ、ビビクリマンボですほんまに。ちなみにレーンチェンジがあるんですよ、ジャパンカップは。でレーンチェンジのところがもうめちゃめちゃ飛びやすい、
です。いや、バイオリズムね、そんな重要じゃないと思ってたんですよ。そんな重要じゃないと思ってたのに飛んだことで急にビビリンチョになってるっていうことです。簡単に言うと、そんな大事と思ってなかったのにっていう、急にビビり始めました。OK、 残り1週間楽しみですね。めちゃくちゃ楽しみですね。とりあえず条件は達成してますんで、あのジャパンカップインはポイント44はもう間違いなくいけるんで、まああとはうんを天に任せるしかない。女神が張り付いてくれてることを祈り、女神が消えた。ローハイトと一応買い替えましょうかね。一応次のレース用に。まあまあまあいいんですけど、別に。あとハードシャフト、ハードシャフトがなんか 40% ぐらいのやつがあったな。おっしゃー。デイズはデイズですけど、スマイルよくわからないんですよ。なんかスマイルイベントがあった時にスマイルっていうのたまるんですけど、ようわかんないです。もうもしかしたらそのスマイル値が高ければ、イベントが多くなったりするのかなと、いいイベントが多くなったりするのかなとか勝手に思ってましたけど、やばいな、一番やばいな、一番下がってくるところっすね、これね。今上昇周期なんすよ。で、今わからないっすね、上昇周期のどの位置にいるのか。まだほら上昇周期、ただ4日間は持たないでしょ、上昇周期は。4日間持つかなって感じがするのよね。お化け屋敷、よし来た。なんでかわからんけど、お化け屋敷すごいやりたい。トゥ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 、出たー。アタック。アタック。これもいつも決まってんのかな。もうほんまめっちゃ出るやん。謝る。行くわ。あー許してくれた。お金。あー当たっとった、ボンタチ。くー、これ多分まっすぐ行ったらおると思うねんな。めっちゃ出る、めっちゃ出る。めちゃめちゃ出るこれ。あ、ミスった、謝らな。はい、そこまで。うん、 5cm と出た。知らんけどね。そう、最終日やっぱ本屋ですね。さっきも言ってたんすけど、それ本屋がまあ一番まあ理想的かな。本屋をちょっと手前に起きながらの3321で、あー、これちょうど行けへんパターンやな。ということは一周回ってきた方がいいから、神社行こっかな。
あーやってもだ。まあいいか、まあまあ大丈夫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 。大丈夫大丈夫。これ次減って、まあ、目押しが非常に重要になりますけど、減るなよ。減ってない。よし、ここミニ四駆ショップに席を置いて、とりあえずミスったミスった完全にミスった完全にミスりました。ミニ四駆ショップに席を置いてとは、ちょっと下がらんといてよ、下がらんといて。よし、下がってない、よかったー。オッケー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 、下がってない下がってない、もうどこでもいい、確実に下がらないところ。よし、もういいもういい。さあ始まるぜ、マックス。さあこのレースを見てください、始まるよ。ああああ、セリカが、セリカがいってる。ナイスー。ああ、ミナコ2位。惜しいなー。セイコさん、ラスカー。運ゲー。もう完全なる運ゲー。関係ないからね、もう。運ゲーすぎてね、もう。あとはもう外しますね。これもうこれいらんけどね、外そう。軽い方がいい、これはもうスピード絶対速い方がいいんで、関係ないから、まあ、アルミぐらいつけといたろうか。じゃあローラー、ローラーぐらいつけといたろうか。いけ、ほな、押し、いけ。超絶運ゲーなんで。ずるいもん、こんなとこ始まって。いってるいってる。あいや無理でしょこんなもん。うわ、3位です。3位、12秒27、言われても知らんけどやな。これ予選として機能してますか、これ。あドクロ的なマークがありますからね、最後。なんやねあのドクロは。大事なマシンやぞ。かかったー、ドクロにかかったこのドクロの、ドクロの毒牙にかかった。かわいそう、カリー。ただじゃ済まへんぞ、あんなもん。ドクロやねんから。ゴー。ああ、最初にシャシャーンって言うぞ。君よが、まだここですよ。まだここ、ゴキブリみたいになってた。ゴキブリみたいに。おお。センタロも辛いやろな。きっちりセッティングしてきて、レース見たらこれやもん。あと決勝、泥試合を見せてくれ。抜け出したー、一瞬で決まる。何の面白みもない、デッドヒートもクソもない、一瞬で確定。はい、玉吉最高記録じゃない。早い早い、3秒36、めちゃくちゃ早いっす。みなこ5位やん、4ポイント取っとる。すごい、みなこすごいっすやん。何がすごいか全然よくわかんないですけど、オッケー。これはもう捨てレースやから絶対無理なんで。さあ始まります。君よ、これなんかもう
キミヨの顔が。ジャパンカップに出場できるのはカマコだ。よし、さあ、悔い、いよいよミニオン選手が目指すジャパンカップだ。悔いのないように頑張れ。あざす。く、聖子がおる。聖子がおるな。じゃあガチで行くしかない。聖子がおるっす。おるっす、聖子が。ニカドが、ニカドの充電がおかしい。このままで行くのか。おい大丈夫かよ、ニカド。ニカドが救助になるなんて聞いてないぞ。ニカドが救助になるなんて聞いてません。いや、行くしかない。聞いてないけど行くしかない。いや、もうこれしかないっす。うち、これしかないっす。確認して。ワイドワンウェイ、スポンジ、ハードシャフト、ハイパーミニ、ニカドバッテリー、4.2、フロント、ハイマウント、勝負！一番インコース。ここで飛ばなかったら勝つ。よし、待て、こら、今一番アウトコースなんで。セリカが飛んだ。大丈夫、こいつも飛ぶやろ。早すぎる。こんなスピードでいけると思ってんのかよ。飛ばない。しかし、うわー、いや、タイムやと思うんすよね。いけるんじゃないかな。めちゃくちゃ速いけど、あいつ。セリカ。このタイムはかなり高タイムやと思うんすよ。多分タイムやと思うんで、上位。いけると思うんやけどな。あれで飛ばへんか。やばいな。やばいスピード作ってきよったね。本命はあいつやったんや。こいつはまあ飛ばないっすね。470やったらまあ飛ばないっす。僕471で調整してきたんすけど、まあ、その通りには出ましたけど、あいつ480で出たもんな。絶対飛ぶと思ったんすけどね。ほら、このタイムは超えてるでしょ、余裕で。普通に行ったら1位やったところなんですけど、ガチられた。めちゃめちゃ早かったです、あれ。ここはまあ大差ですかね、スピードで言うと。でも大差は多分飛びます。これ500、もう500は無理です。500はさすがに無理となるとクォーターになるのかな。455でしょ、めっちゃ遅い。遅いね。あー早い。476。ただコーナーがめちゃめちゃ遅いから、あいつはそこまで、カッチャーはそこまでですね。コーナーが遅い、遅すぎる。おっす、ジジイ、おい、おっさん、オタクのおっさんが遅い。26秒でしょ。ほらもう24秒台出してんの俺とあいつだけやんか。めちゃくちゃもうほぼ決勝戦みたいなことが起こったやん。くわ、チャイナが今のところ1位。しかしインコースからカリーはちょっとカーブ苦手っぽい。チャイナが安定してます。チャイナさんが安定してますが、玉吉はまだ来ない。キキも課長も来ない。チャイナはまあ飛ばないですね、このスピードだったら。あ、来た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 、誰か来た、誰か来たけども追いつかないですね。カリーがやっぱちょっとカーブのセッティングをミスりましたね。26秒台。さていよいよ決勝だ、頑張れ。ちょ、残らしといてよ、頼むぞ。1位じゃないとあかんとかやめろよ。よし、いる、よし、よし、います、います。
勝つぞ。このままの設定でいきます。何も変えない、何も引かない。最終戦決勝、大外5枠ライバルはセリカですね。待てこらー、めちゃくちゃ早い。いや飛ぶでしょこれ。いや絶対飛ぶと思うな。順位が目まぐるしく入れ替わってますけど見えない。コース長いですからね。カマコ2位、1位、1位になってるんですよね。だから多分インコース取れてればみたいな。最初大外から始まってるんで徐々に追いついていってるはずなんですけど、どこで来る。カマコ、カマコ、カマコのマシンがまだ見えない。カマコのマシンが見えてくる。くわー、来た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 よ。よーし、うーわ 0.12 さ、あっつー、激アツの試合やん。やったー、めっちゃ強い、めちゃくちゃ速いっすわセリカ。トップスピードでは負けてたけど、カーブ重視なのでカーブ性能でなんとか勝った。やったぜ、マジやったわ、マジやったわ、ほんま。いや、こんなきついのないって、ほんまきついっすわ。やったぜ。いや、ちょっと嬉しすぎるわ、この差は。もっと余裕で勝てると思ってたんで。ギリやった、マジギリやった。予選で負けて、枠順も良かったっすね。面白い試合になりましたね、枠順。大外からまくったったわ。うわ、ちょっと後でもう一回見たいもん。激アツやん今のレース。ちょ、もう一回見たいでしょこれ。やばー、終わりました。あっさりしてる、ほんとあっさりしてます。はい、ただまあ私のセッティングなんとかまあ通用しました。いや、よかったです本当に。ということで、リベンジ完遂でございます。完璧にやりきった感がある。はい、皆さん、見ていただいてありがとうございました。ちょっともう一回自分でも見直したいので、皆さんもぜひよろしければ最終戦見直してみてください。はい。では、また他のゲームでお会いしましょう。ありがとうございました。